B ボーイダイです。今回は自転車装備ということで、僕が使ってる自転車の道具を紹介していきたいと思います。もうほとんど Amazon で買ったものばっかりなんですけど、まずテントからいこうか。これテントです。Amazon で2500円で買ったソロ一人用のテントなんですけども、結構軽量で、でまあまた僕が使うっつったら魚付きキャンプ、まあ暖かい時期のキャンプなんで、まあシングルウォールなんですけど、逆にそれがちょうどいいというか、でまあ本当はこんな使い方しないんでしょうけど、飲み物を刺すとこにこいつを刺して、あとこれについてる紐をなんかこんな感じで巻きつけてるんで、まあいい取り付け方かどうかって言われたらちょっとまああれなんですけど、まあこんな感じで全然重くもなく運べてます。で次サイドバッグっていうんですかね、僕も自転車自体にはあんま詳しくないんであれなんですけど、これも Amazon で買いました。何が入ってるかっていうと、そうだ、一番上からいこうか。この中、まあ主に魚付き道具、主にというかまあ完全に魚付き道具をここに入れてます。森以外ですけど、まあ、こんな感じでフィン、シュノーケル、マスク、あとマリンブーツとか、あとオーシャンマスター、ダイビングナイフ、フィッシングナイフ剣のねやつも全部ここに入れてます。でまあ、今回は自転車装備ってことで、森の方はね、背中に背負うリュックに一緒に取り付けているので、まあ、あえてそっちは紹介せず自転車装備の方だけ紹介したいと思います。で、まあ、また魚付き道具に関して詳しく知りたい方は別で魚付き道具の紹介もやってるんで、そっちも見てください。次にじゃあ右から行こう。こっち側はよいしょ、鍋兼フライパンの西牟田で安売りしてた、フライパンです。まあ、油で炒め物も使えるし、まあ、結構そこも深いんで、鍋料理とか汁物とかも作れるんで、まあ、これ1個で十分かなってことでこれを使ってます。この他にはこれ出すの面倒いんであれで申し訳ないんですけど、これがクーラーボックスです。キャプテンスタックの折りたたみ式で、あとはシートですね、テントの底に敷くようにと、干し網、食器乾かしたりとか、あと干し魚、干物を作るときなんかに使えるかなってことで入れてます。で一番奥にちょっと見づらいんですけど、これもまたシートですね。これは大きいやつ、西牟田で500円ぐらいで買えたんですけど、まあ、テントの下に敷いたり逆に屋根として張ってみたりとかできるんで、まあそんなかさばらないんでここに入れてます。次反対側ですね。反対側ほとんど調理道具ですね。こんな感じで、まあ、袋の中にはお箸なりスプーンなり入れてます。で、あると嬉しいキッチンペーパーで、アルミホイル、鍋がまああれ1個なんで、これを使って蓋代わりにしたり、そういう風な使い方してます。まあこんな感じで、こっちにはまあお椀だったり、あと水入れタンクだったり、まな板とか焼き網を入れてます。こんな感じです。このポケットちっちゃい方にはジップロックだったりナイロン袋ですね。まあ、ゴミを入れたり獲物を、まあ、クーラーボックスにそのまま入れたらね匂いが移っちゃったりするんで、こういうのも忍ばせておいてます。であとこの一番上のリュックを取り外した時に肩にかけられるようにする紐っていうかベルトというかも入れてますね。であと、はい、まあ、ちょっと面倒くさいんで出したくなかったんですけど、まあ、道具紹介なのに道具全部見せんかったらちょっとあれなんで、一応こっちのバッグの中入ってたやつ今全部出したところです。結構入るでしょ、これ全部片っぽのバッグに入ってたんです。
竹製なんで滑るんですよね。それだけちょっと使いづらいんですけど、まあ丈夫だし長持ちするんで常備してます。まあ、またちょっと見た目もね、まあ包丁の跡ついてるけど結構綺麗なんで、まあ、お刺身とかそのままお皿代わりにもこれ使えるんで便利です。滑り止めついてるんで、こっちで魚をさばいたりもします。下処理ぐらいだったらね、海の岩の上をまな板代わりに鱗取ったりするんですけど、まあちょっと三枚おろしとかするときは使う感じです。であと金網ですね、これもあると便利、かさばんないし。で、これがダイソーの400円の品物なんですけど、これで水が確か3リットル入るんだったかな。水場が遠い場所で野営するとき、まあなかなか使う機会ないんですけど、まあ、これもあったら便利だなと思って一応入れてます。金串、フォーク、スプーンと、あと折りたたみ式のお玉ですね。まあ、こんだけあったら大体何でも食えるかなと思って、あと今切らしてたんですけど割り箸、後で補充したいと思うんですけど、割り箸も普段この中に入れます。でキッチンペーパー、アルミホイル、であとお椀っすね、お鍋、味噌汁とかご飯入れたりする用の食器です。でこいつが結構いいんですけど、折りたたみ式のものですね。ガスはまあ普通にコンビニで売ってるようなボンベを取り付けるんですけど、まあなので補充もしやすく使いやすく、こんな感じで、でここにボンベが差し込まれると。こいつ結構使えます。かさばんないんでね、お鍋とかするときはこれめっちゃいいです。装備に関してはこんな感じでした。以上、ありがとうございました。